ラホーヤはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の14番艦。艦名はカリフォルニア州ラホーヤにちなんで命名された。ラホーヤは1973年12月10日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に建造発注され、1976年10月16日に寄港した。 1979年8月11日に、ボブ・ウィルソン夫人によって、命名、浸水し、1981年9月30日に、艦長ジェームズ・ワール・ラング大佐の指揮下収益する。1982年後半、ラホーヤはサンフランシスコ沖30マイルにおいて、戦望鏡深度で航行中、パーミットと衝突した。ラホーヤは、方向蛇を消破し、 パーミットの船体に1メートル幅3メートル長の傷が生じた。ラホーヤは1983年4月29日に太平洋ミサイル試験センターで最初のトマホーク巡航ミサイル発射試験に成功した。1998年2月11日、韓国の賃海から約9マイルの水域で27トンのトロール漁船と衝突するトロール漁船の5人の乗組員は ラホーヤの乗組員によって救助された。ラホーヤは2000年にドライデッキシェルターが装着された。2004年8月23日、太平洋での6ヶ月の配備後にラホーヤは、真珠湾に帰還した。ラホーヤは、韓国、日本、シンガポール、サイパン、グアムを訪問し、5度の多国籍演習に参加した。 ラホーヤは2014年10月16日に退役した。その後、母校のハワイ州真珠湾を後にし、ノースカロライナ州ノーフォーク海軍基地に向かった。ラホーヤは、ノーフォーク海軍交渉で艦隊を3分割する、改装作業を行い、2017年8月に、チャールストン海軍基地で、軽流訓練艦となった。ありがとうございます。